シャープ株式会社相談役。弟の妻が、第2代社長再起朝日の子。大阪府大阪市生まれ。1955年、関西学院大学小学部卒業。同年、早川電機工業株式会社入社。1977年取締役。1981年、常務取締役。1983年。 専務取締役を経て、1986年6月、取締役社長に就任。1998年相談役就任。世界に先駆けて、液晶ディスプレイ事業の本格的な立ち上げに、成功した。液晶の大型、高画質、フルカラー化などを進める一方、液晶付きビデオカメラ、液晶ビューカム、携帯情報ツール、ザウルス、液晶プロジェクター、 液晶ビジョン、8.6型壁掛け液晶テレビ、液晶ミュージアムなど、画期的な応用商品の開発をしき、液晶のシャープを築き上げた。このほか需要創造型商品の創出を目指し、ホームファクシミリ、イラストーク、日本語ワープロ、書院など、このマルチメディアの全盛時代を人頭指揮した。デバイス事業にも注力し、 液晶を含めたオプトエレクトロニクス分野を切り開いた。ザウの名は、本人の造語である、考え道、競争。情報の波打ち際に身を置くことをモットーとし、現場主義を貫く。現在、野村ホールディングス株式会社及び、野村証券株式会社の取締役、小林製薬株式会社の取締役等を、務めている。企業、業界企業、 業界日本電産、シャープ元社長招平の狙いは挫折体験を評価、ポスト、長森体制への不責化シャープ株式、会社相談役、辻春雄氏、企業家紹介関西、学院大学経営戦略研究会円高尾、逆バネ、液晶 TV のシャープ秘話、辻春雄さん産経新聞アーカイブ2011年10月3日。ありがとうございます。